ゆきさん、やめて。もう止められませんよ、リサ様。ゆきさん、これ以上は。朝ごはんは私が作りますから。もうできました。どうしたの？何と言われようとそうさせていただきます。ゆき、お前どういうつもりだ？おはようございます。実はリサ様にもお願いがありまして。はい。俺を二人の同棲生活に入れてほしいんですが。問い詰めるつもりはないよ。好きなだけいたらいい。本当にいいんですか？あなたたち二人の関係を壊すかもしれないのに。どうぞご自由に。ゆきさん、やめて。もう止められませんよ、リサ様。ゆきさん、これ以上は。朝ごはんは私が作りますから。もうできました。どうしたの？いえ、居候の身ですから家事全般やらせていただこうと。ゆきさんは何もしなくていいんです。リサ、ほっときな。それよりゆきのこと名前で呼べるなら俺のことも名前で呼べるよね。はい、ヒロト。ヒロトさん。リサも深見さんになったら呼べるかな。どう思う、ユキ？知りませんよ。ユキさん、呆れてる？